に珍しい大場古種のお寺でございますね。僕の知ってる範囲で大垣にも寺宗という寺がありますし、北中工事にも大場古種という寺が円光寺さんが、他はあんまり知らないんですけども、この子がね、一番最初言いましたように、昔この辺に、この住所は立東市小野なんです、この辺。で昔、その東海道ができるまでは、小野の皆さんはここに、この周辺に住んでおられたんですって、ところが言うてましたよ、逃げた時代に向こう行け、言うて、まあ、強制移住させられたんですけども、この、万年さんは、ね、昔この子にも、江戸、天平とか、その自分にね、この一族が作った小野寺という寺があったんですって、まあ、それがもう年月を経過しまして衰退したんですけども、このお寺さん万年さんは江戸時代になってから彦根藩士のなんとかという方が開いたお寺で、まだ何百年江戸時代からですのでね、古くはないんですけども、立東では数少ない宗派ですし、また宇治のね、万福寺の末寺になるそうです。まあ両方万がつきますのでね、中入るぐらいいいと思いますので、声かけてませんけども、ちょっと静かに大爆笑。